出口なお、出口なお、出口なお、出口ただし、1837年1月22日、天保7年12月16日から1918年、大正7年11月6日は、新宗教、大本の教祖、大元では、開祖と呼ばれている。出口なお、以下、なおと表記は、江戸時代末期から、明治時代中期の国貧の生活の中で、 日本神話の高級神、国のとこたちの村の神がかり現象を起こした。当時、天理教の中山三木など神がかりが相次いでおり、なおの身に起こったことも日本の伝統的な巫女、シャーマニズムに属する。当初は京都丹波地方の小さな民間宗教教祖に過ぎなかったが、カリスマ的指導者、霊能力者である出口鬼三郎を娘婿としたことで、彼女の教団、 大本は全国及び海外に拡大した。大本は昭和前期の日本に大きな影響を与え、現在も様々な観点から研究がなされている。なおは1837年1月22日、天保7年12月16日、大工の父、桐村五郎三郎と母、墨野長女として、福知山藩領の丹波国天田郡上皇野町。 元福地や町屋座上皇屋町に出生。折からの天保の大基金のため両親は、現氏を相談したが、気難しいめが断固反対姿勢を得ることができた。だが、苗字立て分けを許されたほどの桐村家は、五郎三郎の宝刀により、没落、五郎三郎は、なおが十一歳、十歳ともの時これらで急死した。なおは、下女暴行に出て、働くようになる。二年 1849年には、福知山藩宿月綱きつなりより、集落の高校娘として表彰されるほど真面目な、働きぶりが評判だった。米屋や呉服屋など、幾度か、勤め先を変えたが、どの家々でも信頼されると同時に、シャーマン的素質も見せることがあった。また、信仰心の厚さは、幼少時から変わらなかった。江戸時代末期、福知山や綾部を含め各地でおかげ参りが、 発生しており、なおも何らかの影響を受けた可能性がある。1854年、安政元年、綾部の出口由り、なおのおばの強い要望により、幼女となって出口家を相続するが、最初から財産争いに巻き込まれた。出口や菩提寺に10歳のなおが、初代、出口正五郎の喪主になったことが記録されており、すでに入籍済みだった可能性もある。 1855年、安政2年3月20日、旧2月3日には、宮大工の仕方と介、すけ、婿養子となり出口正五郎の名を、襲名と結婚する。正五郎は弟子たちに慕われる、名大工だったが、楽天家で浪費家という欠点があり、資産家だった出口家は、数年で没落した。なおは、出稼ぎや饅頭屋などの内職をして、家計を支えた。 子供十一人を儲けるが、三人は溶接し、三男五女が成人した。全員を家で養うことはできず、十歳にならないうちに、ほとんどの者が方向に出ている。五女、後の大元二代目、教主、出口すは清八1883年、明治十六年二月三日、九十二月二十六日に生まれた。1887年、明治二十年三月、 負傷して寝たきりになっていた正五郎が死亡する。なおは五十二歳、三十二年間の結婚生活だった。さらに突いだ長女や三女が一時的に発狂。幼女に行った先の元宮村も、殺人、強盗殺人、偽殺作りにより、終身刑となった者が一人ずつ、自殺者が五人、まともな家は二、三件しかなかったと言われる。長男は、自殺未遂の後失踪、次男は、 この衛兵として徴兵され、後に戦死、次女も駆け落ちするなど、子供たちをめぐっても苦労を重ねた。なおは、地獄の釜の焦げ起こしと呟いたほどだった。大元海祖としての自伝でも、この世にはまずない苦労をいたしたと解雇している。自家は、名刀、政五郎は、問いしと表現され、夫、政五郎の無責任な態度や行動がなお、人間的に成長させ、 大元の基盤を作ったとする。なおの住む丹波、綾部町は、宗教色の強い土地で、明治に入ると、従来の神道や仏教に加え天理教、黒住教、妙霊教、根光教、キリスト教が進出していた。当時の綾部は、軍勢聖史が明治29年に、綾部聖史が大正2年にそれぞれ聖史工場を作っており、半農半商の田舎町から三市を中心とする。 資本主義的商品経済の街へ急速に転換していた。三女、久しを治癒したのが、根高教亀岡教会長、大橋亀吉であり、これが、直と根高教の出会いとなる。後の神がかりに、同教が説いた近親の影響も指摘される。1892年、明治25年1月30日、辰年旧正月元旦、56歳の直は、 ウシトラの謹慎、元の国の男たちの尊と宣言する神と出会うレームを見た。2月3日、旧正月5日、本格的にウシトラの謹慎が、鬼神、神がかりした。この直に、鬼神、神がかりしたウシトラの謹慎こそ、この世界を創造、修理・個性した元の親神である国の男たちの尊である。大元では、この日を、開卿の日としている。 なおは隅に、西町、長女の突起先に行って三十六体の灯明を、備えて、ご記念生と言うてきてくだされと言った。目撃した隅は、その時の母の声には普段と違う威厳があり、染み通るような力だったと回想した。本来の美しい声と神の威厳のある声が交互に出るため、まるで自問自答しているようだったという。寄進状態となったなおは、 まず13日間の絶食と75日間の寝ずの水行を行う。同居していた四女、竜と五女、炭のうち、炭にだけ村の各場所に塩を任せる等の用事を頼んだ。こうした気候は、周囲から狸かきつねがついたと思われ、当初は多めに見られた。やがて放火犯と間違われて警察に拘留され、釈放されるも、自宅の家の雑誌記録に40日間押し込まれる。 入浪中にナオは神に声を出さないでと頼んだところ、神はならば筆を取り、神の言葉を書くが良い告げた。ナオは落ちていた釘で神の言葉を文字に刻むようになり、これが後年のお筆先、お筆先となった。彼女は文毛であったが、日が暮れて部屋が真っ暗になっても書き続け、自動書記により没するまで20年間余りで、 半紙二十万枚を綴ったという。ほとんどひらがなで記された内容は、三千世界一度に開きう梅の花き門の、懇人の世になれたぞよ、強い物勝ちの秋馬ばかりの旧二であるぞよという、通列な社会版を含んだ、終末論、目視録であった。後に、ひらがなを漢字に置き換えて、娘婿、出口鬼三郎が発表したのが、大本親友である。なおは、 わずかな全財産を、長女の娘婿に譲ることで、座敷牢から出ることができた。当初、なおは自分にかかった神の正体がわからず、また、牛虎の近親、実際は、地上で、最も高位の神、国のとこたちの損が時恐れられていたただり神だった、こともあって、不安を抱いていた。僧侶や駅舎を頼ったが力にならず、根光教に相談している。天理教では、 天狗と判定された。しかし病気治療や日清戦争の予言により、綾部の近親さんとして地元の評判を呼び、小規模の信者グループが形成された。一方、根校教もなおに注目し、彼女を利用して綾部に進出しようと考えていた。1894年、明治27年10月、根校教の参加として最初の会合が開かれ、 公認の広がり、不況書ができたことで警察の干渉から逃れることができた。だが、人類の改心と三千世界の建て替え立て直しを唱えるなお、牛虎の謹慎、国のとこたちの尊と日常生活における信仰を説く根校教は根本的に合致せず、両者の関係は次第に悪化する。なおの霊能力に惹かれて支援者となった根校教信者もおり、 彼らが独立を目指すなおを支援して初期の幹部となった。1897年、明治30年4月4日、旧3月3日、綾部市浦町に住む信者の蔵に移り、初めて単独で牛虎の謹慎を祀った。1898年、明治31年8月、事前に幾度か掲示されていた植田喜三郎、鬼三郎と初対面する。 あとに鬼三郎は、大本事件における、精神鑑定で、それは偉い人と思いました。非常に人を圧するような、偉い人で、そして何とも言えない、神様がついていると思いましたと、奈緒の印象を語っている。ところが、鬼三郎の所属が、稲荷公社であることに、奈緒が、不信感を持って、しま、初代面は物別れに終わった。それでも奈緒は考えを改め、再び、 キサブローを綾部に招いた。キサブローも綾部行きを希望していた。1899年、明治32年7月3日、キサブローは、鎮魂寄進法で、牛虎の近慎は、国竹び子命、後に、国のとたちの尊と、判明と見分けた。キサブローは新教団、金明霊学会の会長、なおは、教師となり、後の大元の原型が誕生した。 稲荷校舎の参加に入ることで、合法的に集会を行うことも可能になった。彼の手腕と能力を高く評価し、また、神の啓示を受けて、なおは、後継者と決めていた五女、出口澄と結婚させることにする。1900年、明治33年1月、木三郎は、澄と養子結婚。1904年、明治37年、出口鬼三郎と改名した。 なおは、これで、大元の基礎固まれると喜んでいる。こうして、鬼三郎の神道の知識を得て、新教団の教義が確立していく方、なおの中には、違和感も存在していた。そもそもなおと信者に見られる強烈な排外思想、民族主義、欧米の風習への警戒感は鬼三郎になく、性格も正反対であり、二人の対立は必然だった。 よつぎに決めていた墨と鬼三郎が結婚したことで、なおの役割は軽減し、基本的に筆先と真珠にすべてを捧げる生活が始まった。当初、教団は、国の男たちの孫、尾神がかかったなおを、編成男子、と雲のの孫、国の男たちの孫の女神がかかった鬼三郎を、編成女子と定めており、現実での養母、養子無子関係は、宗教的には、 夫婦関係いう微妙な状態だった。なおに、アマテラス大臣が、鬼三郎に、スサノオがかかって、秘密の戦いという、大喧嘩をしたことがある。独断で教団の法人組織化、公認化を進めようとした鬼三郎を反省させべく、なおは、綾部近くの未戦山の中の宮に、岩戸がもりとしてこもったこともある。さらに、警察の干渉と教団の複雑な人間関係が、 鬼三郎を苦しめた。お筆先を表面的な文字通りに解釈する原理主義に陥る者も多く、彼らは解明的な鬼三郎を激しく攻撃した。炭と結婚して教団の後継者を望む者もおり、権力争いという一面や、根高教由来信者の反発もあった。一方で鬼三郎の方も、当時の信者を通列に批判している。母と夫に挟まれた炭は、 対応に苦慮した。ナと鬼三郎の対立は、弓道と神道の対立という、方という側面があり、墨によれば、大喧嘩の後に断章する光景がしばしば見られた。また反対派が鬼三郎の排除を訴えナが神に相談すると、神は娘婿をかばい続けたという。二人の対立には、宗教的な意味合いが存在したのである。1904年。 明治三十七年に日露戦争が勃発すると信者たちは現世の根本的な改革が行われると説いた。教団は宗教的ナショナリズムも重なって終末論的な盛り上がりを見せたが鬼三郎は冷めた目で彼らを批判している。鬼三郎の筆先にも今度の戦争は門口であると信者たちの先走りを警告する文面が出ている。その後日露戦争が 日本の勝利で終わると、建て替え熱が冷め、また、警察の干渉も厳しくなって失望した信者が、次々に教団を去った。反面、秘密の戦いと言われたなおと鬼三郎の対立は、収束した。1906年、明治39年9月、鬼三郎は妻子を残して、綾部屋で京都に設置されたばかりの新職養成機関、皇天高級所に入学。 教団合法化を目指して活動を開始する。鬼三郎が去った教団は出口へしか残らないほど衰退した。筆先に用いる紙すら用意するのに苦労し、家財道具を売らねばならなかったという。鬼三郎がこの大元を出たらあとは火の消えたように一人も立ち寄る人民は亡くなるぞよ。と掲示されていた通りになった。1908年、明治41年3月。 鬼三郎が教団に戻ると、再び信者が集まり出した。彼にかかる羊猿の謹慎を公式に祀ったことで、幹部信者の態度も変わり、教団経営の一切は鬼三郎に任された。大本はメディア活動を展開し、新たな信者層を開拓。財政状況は劇的に改善したが、自家は質素な生活を続ける。贅沢を好まず。 農村の生活そのものを送り、神事や刑事の執筆に専念した。1910年、明治43年12月26日、鬼三郎の正式な出口正解名へ入籍を待って出口や投資を譲る。なおは人生を通じて、大きな病気、怪我をしたことがなかったが、足をくじいたことから、梅の杖に頼るようになり、畑仕事を辞めた。 1916年、大正5年10月4日、出口屋、教団幹部と共に、家島諸島上島、上島に参拝する。夜、なおの筆先に、羊猿の近親殿、須佐のおの村と小松林の霊は567神の5霊で結構な御用が指してありたぞよ。弥勒様が、根本の天のご先祖様であるぞよ。国のとたちの村、牛虎の近親は、 地の先祖であるぞよという信事があり、婿養子の鬼三郎こそ、本当の、弥勒様であったという確信に至る。鬼三郎は、この時を境に尚は、未見真実から未真実となったとしている。中でも重要なことは、尚の神業的役割が鬼三郎にかかっている。心霊を正確にに庭することであり、大正5年の神島参拝において、鬼三郎へのに庭を完了したことにある。 1917年、大正6年、大本は、帰還し、新霊会を、発行。筆先は、大本親友として発表され、注目を集めた。教団は、急速に拡大し、整備拡張も進んだ。海軍帰還学校教官だった、浅野和三郎は、なおと対面し、カリスマ性に見せられて、大本に入信した。その一方、尚は筆先を書かなくなり、 自分の役目が終わったことを鬼三郎に告げる。ある日、鬼三郎に背負われて、深淵をめぐり、結構でした。ご苦労でしたと感謝の言葉をかけた。側近には、教団の発展を褒めると同時に、一人でも誠の、ものができたら、どんなにかこの胸の中が楽になるのだがと心中を語る。1918年、大正七年十一月五日、親しい信者数名に、 今夜が、峠とつぶやき、遅くまで談笑した。翌日早朝に倒れ、午後10時30分に死去。去年83、綾部の天皇大に埋葬された。朝野を中心とする一派はメディアを通じて、終末論を宣伝、さらに多数の軍人、知識人が入信し、危機感を抱いた大日本帝国政府は不経済と新聞司法違反を理由に、宗教弾圧を行った。 第一次大本寺。この弾圧によりなおの奥都の城は縮小階層を余儀なくされた。同時期に大本神誘は発禁処分となった。鬼三郎は霊界物語を口術、神誘の直接的な表現を物語、起誘、暗誘という形に置き換えて大本神誘と並ぶ根本経典とした。だが政府は大元に対する警戒を緩めず、1935年、 昭和10年の第二次大本事件で徹底的な宗教弾圧を加えた。なおの墓は暴かれて、棺を共同墓地に移され、囚人に頭を踏まさねば成仏できぬ、大罪人国悪人として、特別高等警察により、腹部付近に墓標を立てられる。当局は四女、龍子の墓石から、出口な子四女のうち、尚子の文字を削り落とした。 こうした大日本帝国政府の姿勢は、人間の礼節すら失っていた、権力の大元に対する憎悪を示したと評さる。現在、ナオの墓は再建され、鬼三郎夫妻と共に埋葬されている。出口ナオは、爆藩体制の崩壊から、明治、大正という激動の時代に生きた。八十三年間の生涯のうち、二、三を、社会の最低辺で過ごした。 無口で辛抱強い無名の女性だった。だが、神がかり後の名をは娘婿、出口鬼三郎とは違ったカリスマを持ち、晩年は初対面で圧倒され浸水した者も,も多い。一方、素朴で純粋な文明批判論は時に厳しい、終末論、反文明論、天皇制定論に飛躍した。一種の革命思想であり、その千年王国的救済思想は、 従来日本宗教の中でも特に徹底している。ナオはあくまで神の言葉を伝えた預言者であり、神学や古都霊学に深く通じた鬼三郎とは役割が違ったと言える。ナオの終末論、社会批判、目視録的予言は鬼三郎のコミュニケーションと経営の才能によって世に出た。二人は、見事トや眩し、解釈者という伝統的なシャーマニズムの役割を担いつつ、 日本と外国の戦いが、あやの大本にはして見せてあるから、男子、カイソ、ナオト、女子、鬼サブローの戦いで、世界のことがわかる大本であるぞよという独特の競技を展開したのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。